7月10日日曜日でございます。時刻は17時54分でございます。昨日一日中ね、雨が降った関係でかなり川の水の流れが、はっきりと分かるような、状態になっています。で、今日の、17時の、貯水率が 50% 台まで回復したんですよね。だからその昨日の雨までは貯水率が 24% ということで、これ一気に回復したんですよね。この30日から10日間の間で減ってしまったこの水の貯水率が昨日で、今日でほぼ戻ったという、6月30日と同じ状況になってしまったということなんですけども、依然として、その昔の橋は見えるんですけども、実際ね、どれぐらいの川の量があるかっていうのも多分いまいちピンとこないと思うんですよね。普通にこの今緑が生い茂ってるこのブッシュなんですけども、大体もうここにも普通に水があって、で、あの橋分かりますかね。ちょっとね、色褪せてるような感じでちょっと茶色っぽくなってると思うんですよね。だいたいあの茶色っぽくなってるところまでが、常に水がある場所だと、言われてるんですけども、詳しくはね、前回の、動画を見ていただけたらわかるかなと思います。結構ね、以前来たのが2日前の金曜日だったと思うんですけども、その時より若干川の流れがね、速くなってるような感じがします。それだけ川の水が流れてるということですかね。で、この下にはね、昔家屋があったとされるような、痕跡が残ってます。特に川の幅が広がったっていう感じはしないんですけども、見た感じね、やはり川の流れが速くなってるという感じですね。ここもですね、沈んでいた橋が見えるエリアなんですけども、この先なんですけども、2日前行った時はね、あの辺水が全然なくて、亀裂が入る、大きな亀裂が入るぐらいもうカラカラに乾いてたんですけども、これ見ていただけたら分かるように、このね、下の沈んでる橋の下に川が流れてる状態なんですよね。2日前はもう全然流れてませんでした。で、かなり水の流れってのは、この段階ではあまり感じられないんですけども、なんか溜まってきてるなというような感じですね。溜まってきてるなと。通常はね、本当にもう分かるかな、あの木の下あたりぐらいまで水が溜まってるんですけども、本当に2日前はこの辺はもう普通に川のような感じだったんですけども、溜まってきてる、そんな感じになっております。ですね、貸ボートのエリアまでやってきました。ここもだいぶ水上がってますね。家が建ってた場所がこの目の前あるんですけども、それも綺麗に水使ってますね。こんな感じです。ちなみに貸ボートなんですけど、営業されているようで、何人か釣りをする客がまだおられるということです。
こちらが旭川の第二発電所です。まあ、こう見るとね、前回来た時よりだいぶ水が増えたのかなっていう印象です。でこれからね先まだ雨が降り続く天気となっています。で今日はね雨の方じゃないんですけども、やはり夏の夕方夕立が降っております。今までずっとねそういうのなかったんですけども、昨日、今日ぐらいからこういう夏らしいシーン、夕立を実際に体感というかそういう現場に居合わせるような感じになってきました。まあ、これから先ねおそらく本当に水不足は解消されるのかなとちょっと思いながら、撮影をしていこうかなと思います。ただしこの辺りはまだ大丈夫だと思うんですけども、湯原ダムが貯水率が 17% ということなんですよね。まあ、この湯原ダム、それ以上先おそらくその川というかあんまりないので、まあ旭川になるとやっぱいろんな川が合流してこっちにやってくるので、ちょっと雨降っただけでもすぐ溜まっちゃうというような状況になると思います。というわけで、また次回はねちょっと湯原ダムの方に行ってみようかなと思います。またこれもねいろいろと昔の小学校跡とかがあるようなので、ちょっと理解を深める部分においてもそうですけども、水不足に関する、部分でもいろいろお届けしようかなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。